ダユトン、そして川又、裏のスペースにボールが抜けてアダユトン、スピードがある突破力、自らシュートだ。最初にネットを追い出したのはジュビロ磐田。いや早かったですよね。7試合ぶりの得点、アダユトン。スルーパスが出てアダユトンとエスパルス二人ですかね、角田ですかね、一度川又に預けて、この後スルーパスが出た時ですよね、ここの駆け引きですよね、はい、これ二人ですよね、二人ですね、ここでもう二人がもう飛び込むことはやめたんですよね、ここの駆け引きですよね、ここの駆け引き、ここで詰めるか詰めないのかっていうところですよね。まあそれだけアダユトンこう、まあ、想定を超えるスピード、力強さがあるっていう言い方